今晩は朝8で話していた徳川家康が総理大臣になったら武田先生だったらどなたを復活させてそ組閣しますか次回でも発表してもらえたら嬉しいですというね徳川家康が総理大臣になったらは見ました いや絶対見た方がいいですよ。あれねかなり胸厚なんですよ。もう最後のね徳川総理のねスピーチが最高なんです。あれはねぜひ見ていただきたいですねえ。坂本龍馬官房長官ですからね。え豊臣秀吉財務大臣。そして織田信長経済産業大臣ですから。紫式部文,文科大臣ですからね。<laughs> すごいですよ。何かあったら打ち首じゃーとか言ってますからね。<laughs> すごいです。実写です。今まままままでややっっ、ま、っててすすすよだだもいますねね、えー、私だったら、ね大の 安住マロを文科大臣にしますかね。防衛大臣は当然石原幹事。うん、石原幹事防衛大臣です。参謀総長でもいいですけど。はい、<laughs> 無敵ですね。ですね。で拉致問題担当大臣は正男の予定だったんですけどこの選挙あったからね。<laughs> だから日本人じゃない。いやだから日本国籍与えて裏安にあの正男ハウス作って、はい、そして拉致問題担当大臣にするっていうのは私の構想だったんですけども死んじゃいましたからね。ちょっと残念ですね。海上保安庁の 長官は寿司長官すぐ爆破して沈めるというですねいいですねあとはどうですかね訴覚するとしたらね総理大臣は誰ですかね歴史の偉人だと映画では秀吉が結構悪く書かれてイイスがよく書かれてるんですけどもねあ福沢諭吉外相ねああそれはいいな文科大臣より外務大臣の方がいいかもしれませんね福沢先生はねまあちょっとね面白いですよだってほら国会で寝てる議員とか勝つ入れたい。 しますからね。あ高橋是清は財務大臣かな。うん、高橋是清はね、財務大臣ですね。あ、えー、吉田松陰先生ね、吉田松陰先生も入れたいですね。あ、上杉鷹山、そうね、経産大臣でもいいかもしれませんね。上杉鷹山はね、えー、総理は誰、私やっとくか。<laughs> <laughs> あ、私は、少子化担当、あ、だから、他山大臣で結構どうぞ。他山大,大臣。大和健の御事防衛大臣。そう ほら強いでしょ <laughs> 大和武武武防衛大臣ねと <laughs> いうかあもう後続は使えません五番頭五突と五番頭五突入ですね <laughs> そうなってしまいますからねちょっとね後続は使えません本来聖徳太子もダメですけどねあ井上小氏は必ず言えなきゃでも井上小氏はおそらく官房長官だな井上小氏官房長官武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました 動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いしますえ本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね